はい、どうも皆さんこんにちは。スーパーヒーロー映画というと敵も味方も体が大きくてムキムキなキャラクターがほとんどです。しかしそんなキャラクターを演じている役者自身も初めからこのような体であったわけではなくて、だんだんとトレーニングであったり食事を通してこのような体になっていきました。今回はこれまで登場したスーパーヒーロー映画で肉体改造をしていった役者について見ていきたいと思います。まずはダークナイトシリーズからクリスチャン・ベールです。これまでたくさんの俳優がバットマンを演じてきましたが、その中のダークナイトシリーズではクリスチャン・ベールが演じてきました。このダークナイトのシリーズはバットマン・ビギンズから始まっていますが、その時のクリスチャン・ベールの体は見ての通りムキムキになっていて、スーパーヒーローを演じるのに十分な体となっています。しかしクリスチャン・ベールはこの役を演じるために約49キロも増量しなければならなかったそうです。それというのもこのバットマン・ビギンズの前は2004年に公開されたマシニストという映画で主演を演じていて、そこでの役はバットマンのようにムキムキな役ではなくて、逆にガリガリに痩せ細った役だったので、かなりの増量が必要だったというわけです。ちなみにクリスチャン・ベールがこのマシニストの映画に登場していた時は体重は約 54kg だったそうで、バットマン・ビギンズの時にはその倍近くある104キロまで増量しています。しかもこの増量というのを約半年の間でやってのけて、バットマン・ビギンズの撮影の後は体重を少し落として 86kg 程度になったそうです。この半年間という短い間に50キロから100キロまで約2倍の体重を増やすために、アイスクリームを溶かした液体を大量に飲んだりするなど、あまり健康的な増量方法ではなかったようです。次はガーディアンズからクリス・プラットです。このクリス・プラットは2014年のガーディアンズの映画で主人公のピーター・クイルことスター・ロードを演じています。最近の映画ですとこれ以外にはジュラシック・ワールドにも登場していて、アベンジャーズ・インフィニティ・ウォーでは太ったというふうにドラッグスたちにいじられていましたが、クリス・プラットの場合はクリスチャン・ベールのような増量ではなくて逆に減量でした。クリス・プラットの場合は半年で約27キロの減量に成功しています。もちろんこのような役者は映画の撮影のために増量であったり減量をしているので、専用のトレーナーであったり栄養士もついて、そういった専門家たちによって完全に計画された状態で運動したり食事制限をしたりしているので、普通の人がダイエットするよりはそういったサポートがついているので比較的やりやすいかもしれませんが、それでも半年で27キロも落とすのはかなり大変だったはずです。クリス・プラットは2013年の2月頃から運動を始めたそうで、その回もあってガーディアンズの映画のように贅肉なども落ちてスーパーヒーローらしい体になっていきました。次はデッドプールからライアン・レイノルズです。ライアン・レイノルズに関しては最初に紹介した2人とは違って特に特別太っていたり、クリスチャン・ベールのように別の役で痩せているわけではありませんでしたが、ライアン・レイノルズ自身細身だったため、さらに筋肉をつけるためのトレーニングをしていったそうです。そのトレーニング方法としては体のそれぞれの部位に集中して1日で全身のトレーニングを全て行うのではなくて、その曜日ごとにトレーニングする部分を決めて毎日体の違う部分を鍛えていったそうです。次はマイティー・ソーからクリス・ヘムズワースです。この北欧神話の神のソーを演じることになったクリス・ヘムズワースはクリスチャン・ベール同様にソーの映画の間に他の映画の役を演じることになっていたため、その両方の役作りのために増量と減量の両方をする必要がありました。もちろんソーの映画の時は北欧神話の神を演じるため増量をして、2013年に公開されたラッシュという映画にクリス・ヘムズワースは登場したため、その映画に向けて一旦減量をして、またその翌年の2014年にソーダークワールドが公開されているため再びそこでソーの役を演じるために増量する必要があったそうです。クリス・ヘムズワースに関してはクリスチャン・ベールほどの体重の増減はありませんが、しかしそれでもソーの映画とこのラッシュの映画では13キロほど体重の増減があったそうです。ちなみにアベンジャーズ・エンドゲームで登場した太ったソーは、あれは本当にクリス・ヘムズワースがあのように太っていたわけではなくて、道具とメイクを使って上から服を着るような形であの太った姿を再現しています。次は X-Men からヒュージャックマンです。ヒュージャックマンはこれまでの X-Men の映画でウルヴァリンを演じてきて、ウルヴァリンの単体作品としてローガンでも出演しています。これまでの X-Men の映画ではまだヒュージャックマン自身若かったのでトレーニングなども比較的楽にできていたかもしれませんが、このローガンの映画の時はヒュージャックマン自身が48歳という年で、それでも役作りのためにトレーニングをしていたそうです。そのトレーニングというのも腕立て伏せ100回を1セットとしてやっているなど、かなりハードなものだったようです。また役作りのために水も多く飲んでいたそうで、1日になんと10リットル以上も飲んでいたようです。また撮影の直前では水も飲まないで断食した状態で撮影に臨んでいたそうです。
またヒュージャックマンはベンチプレスのトレーニングの時には100キロ以上のものを使って鍛えていたそうです。次はキャプテンアメリカ役のクリス・エヴァンスです。2011年から公開されているこのキャプテンアメリカのシリーズで主人公のスティーブ・ロジャースを演じてきたクリス・エヴァンスは、映画では箱の中に数分間入ってるだけでムキムキになっていましたが、現実にはそんなものは存在しないため、もちろん地道にトレーニングをしていきました。増量のためには筋肉トレーニングだけではなくて、食事の量も増やしていかなければならないので、クリス・エヴァンスの場合は2時間くらいかけて食事をして、時には食べ物を吐いてしまうくらいまで食べていたそうです。今回は役作りのために増量であったり減量してきた役者について見ていきましたが、皆さんはこれらについてどう思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。